シュエルリゾート主催のサーカスか。すっごく楽しそう。たくさんの人たちの前で芸をして、それをみんなが喜んでくれる、その快感を知れば団長さんたちも芸の楽しさに目覚めて きっと私と一緒に芸をしたくなるよね。よーし、それじゃあ早速団長さんに相談しよう。団長さん、あのね、あのね、ジュエルリゾートからサーカスの出演依頼が来たんだ。だからね、私と一緒にジュエルリゾートに行こう。へえ。え？私もって？うん。だから。だから、そうなんだ、ちょっと残念、一緒に芸をできると思ったのに。なおさら私たちと一緒に行こうよ。私がサーカスの醍醐味をいっぱい教えてあげる。ショーの楽しみ方から芸をする楽しさまで全部、全部、ね。きっと団長さんたちもみんなの前で芸をしたくなること間違いなし。それじゃあ早速ジュエルリゾートに行こう。
問題なし。うん。そうか。あ、ちょっと待って。ん？団長さんたちには部屋を出て行ってほしいんだ。だって何をするのか先に知っちゃったらサーカスの楽しみが減っちゃうでしょ。団長さんたちにはサーカスを目いっぱい楽しんでほしいんだ。だからね。当日びっくりさせてあげるよ。だからそれまで楽しみにしてて。しょうがねえな。ん？あの。うん。だが、ありがとうございます。あ、わかりましたわ。それじゃあ。また後でね、団長さん。あの。今回のサーカス用の衣装だよ。どうどう、すっごくサーカスっぽいでしょ。
がとう。だから、それで、ほらほら、怖くないよ。大丈夫大丈夫、私にお任せってね。ねえ、君は何をそんなに怯えてるのかな。やっぱりこの子人を怖がってるんだね。ひどいことをされるって思ってるみたい。だからこんなに威嚇してくるんだよ。おいおい、宮廷お付きの道化師団にいた時はこういう動物の世話をよく任されてたからね。だからかな、なんとなくわかるんだよ。ねえねえ、この子に何があったの？こんなに人に怯えるなんて普通じゃないよ。だが、だから、だから。ああ、なるほどね。だからこんなに人間に怯えてるんだ。あの、
ね。だったらこの子私が連れて行ってもいいかな。うん、もちろん。おいおい、大丈夫大丈夫、私ならきっとこの子と仲良しになれるよ。だから全部私に任せて。うん、お願い団長さん。ありがとう団長さん。うん、だが、どんな条件？必ずみんなを満足させるから。だから期待してて。あと君も一緒に楽しもうね。ピース。そんなの一緒に遊んで仲良くなるに決まってるよ。あ、そうだ、念のためにみんなは避難しててね。え？はあ、この子を檻から出すから。なっ、元気いっぱいだね。それじゃあ鬼ごっこして遊ぼっか。私を捕まえられるかな。当たらないよ。おっと、今のは惜しかったね。うんうん、元気いっぱいなのはいいことだよ。さあ、もっと遊ぼっか。もう疲れちゃったかな？それじゃあ、次は休憩とおやつだね。
丈夫、毒なんて入ってないから。だから安心してね。そう簡単にはいかないよね。ゆっくり慣れていこっか。さて、今日も私と遊ぼうか。おっと、今日も元気だね。よし、それじゃまた鬼ごっこだよ。すげえな。はい。おい。もちろん。さあ、お待ちかね、ご飯の時間だよ。なんと、今日のご飯はとっても豪華なお肉です。おお、いい食いつきっぷり。食べていいよ。おいしい？ならまた持ってきてあげるね。おはよう。今日は鬼ごっこじゃなくて、この輪っかで遊ぼっか。うまくできたらまたお肉あげるよ。今日のご飯はお魚だよ。あれ、お魚は好きじゃなかった？でもダメ、好き嫌いしたら立派な体ができないんだから。もうそんな嫌そうな声を出さないの。ほら、ピースだよ、ピース。よーし、今日も思いっきり遊ぼうね。それじゃあ今日は
どこ行くのかな。待って。あ、ちょうどいいところに。団長さんたちも手伝って。実はライオンが逃げちゃって。おい、なんですって。力だね。行こう、団長さん。ね、ダメだよ、追いかけたら。もう怖い顔したらダメ。楽しく行こう。ピース。いい子いい子、少しは私に慣れてくれたみたいだね。その…な！まさか！
さか。あら、あ、だが、え、あ、でもよ、ありがとう団長さん。やっぱりみんなのがっかりした顔は見たくないよね。やっぱり笑顔が一番だよ。なら、だから、私たちが捕まえればいいんだね。あ、私は、では、はい。大丈夫大丈夫。それより君が無事でよかったよ。って言っとった。おい！まあ。
ピリピリしちゃダメだよ。笑顔で楽しく行こうよ。ほら、ピース。うるせえ。おい！大丈夫大丈夫、これくらい平気。それよりも助けてくれてありがとう、ウラッチ。あなたたち、なるほど。ねえ、何？ねえ、サーカスを失敗させようだなんて、みんなの笑顔を奪おうだなんて、絶対にダメだよ。それにこの子をいじめたことも反省してもらわないとね。
前たち。はい。その人たちにね、聞きたいことがあるの。ねえねえ、どうしてサーカスを失敗させようとしたのかな。みんな楽しみにしてるのに。あなたたちを見た瞬間、この子が暴れたのは。くそ。うるせえ。そんなにカリカリしたらダメだって。カリカリしてたら楽しめるものも楽しめなくなっちゃうよ。ほらピース、せっかくの娯楽なんだから楽しくいかないとね。残念だな、サーカスの楽しさを分かってほしかったのに。うん、聞きたいことも聞けたしね。人を傷つける悪い子って思われたら一緒に芸ができなくなっちゃうよ。だからね。
れたらいいんだよって言ったと。くすぐったいってば。道具なんてまた揃えればいいんだよ。それにね、道具がなくても私たちならお客さんを楽しませられるよね、ウラッチ。うん、うんうん。それに何よりこれくらい昔は日常茶飯事だったしね。え？おい。宮廷道化師時代はもっとえげつないいたずらが毎日のようにあったんだよ。料理に釘が入ってたり、あ、シューズに毒針が仕込まれてたこともあったな。あの時は危うく吐きそうになって危なかったな。まあ気づいたから何の問題もなかったんだけどね。おい。はあ、なあ、よっ、もう君くすぐったいってば。でもよ、もう甘えん坊なんだから。そうかもね。そんな声上げて気持ちいいんだ君って。いつまでも君じゃダメだよね。
ちゃんと名前をつけてあげないと。あーそうだね、ハッピーなんてどうかな。私とゲイでお客様を喜ばせて幸せにするから、ハッピー。いい名前でしょ。お、君も気に入ったんだね。なら君は今日からハッピーだよ。ねえハッピー、私と一緒にサーカスを盛り上げようね。それじゃあ、とっておき行こうか、ハッピー。行くよ、空中円月輪くぐり。私も。行こう。ハッピー、お客さんたちみんな楽しそうに笑ってるね。この感覚、いつ感じても病みつきになるね。私の芸を見て団長さんたちもこの気持ち分かってくれたかな。分かってくれたら嬉しいな。そうしたら今度はハッピーとみんなでサーカスに。